た。あ、北海道着いたみたいになっちゃった。羽田空港にね、着きました。これから飛行機乗りたいと思います。ね、南国みたいに空港内が楽しい。はい、ということで北海道行ってきます。行ってきます。緊張もあるけど旅行楽しみ。いや、もう旅行気分すぎるよね。行ってきます。一人一部屋あるんだけど、これもう一部屋は明日もしかしたらそっちに移るかもしれない。そうだよね、汚しまくって大迷惑だからやめてほしいけどね。快適だ。快適だね。最高。今日はゆっくりして明日に備えたいと思います。はい。ケータリングでパフェがありました。ちょっとね、お腹空いちゃったから食べます。まだあのメイクまで時間があるのでちょっと食べたいと思います。はい、いただきます。チョコバナナパフェです。めっちゃ美味しそうじゃない。めっちゃ美味しそう。よく見る。そうなんだ。ちょっと食べてみよう。気になるね。駄菓子いっぱいある。うん。なんかキモい。ウエストに乗ってこれ。あいまっといる。つらい。1時間奥にやろうじゃん。分かった。本番まで。4時28分から一番近い。
ここで見学する人あんまいない。ニコイチすぎる。めっちゃ可愛かったよ、しかもその笑顔が。お疲れ様でした。お疲れ様でした。まだ1回ね、フィナーレがあるので、それまで多分ちょっと時間があるので大事です。はい、ということで、やっとやっとのご飯食べます。
さかの秋に言うって、ね、プレートなんだっけ、なんか持ってくれてる人いたんだよね。もう嬉しい、本当に、本当にすごい救われた、なんか嬉しくて、ね、ちゃんとね、見えてたかな、一応見てても見つけてね、見えたよね。もぐもぐ2人、いただいてます。いただいてます。最後の美味しいの知らせね、やばい。今日から爆食の旅が始まりました。私の北海道旅行がね、これブリやばくないです。ブリやばい、ブリやばいんだよ。太いよね。え、やばい。ん、こんな大きいブリありますか。いただきます。うん、やばいだから、もう見てて怖いぐらいで